海鮮美味しいか。何より今海鮮が美味しく感じる。なんかいろんな店っていうか、あの美味しいお店行っても若い女の子がいてって美味しいとかじゃなくて、おっさんが来てる美味しい店の方がマジで美味しい。雰囲気とかじゃなくてマジで味で来てますみたいな。これで1500円で安いの？安いの？ちょっと揚げ物食べるんじゃないの？なんかそう、散々揚げ物食べてちょっと今ブームが去りつつあるっていう今海鮮ブームとか食べてたもんな。そう、本当に毎日なんか揚げてたもん私。ちょっと見たい。じゃあご案内に行きますよ。どうぞいらっしゃいませ。どうぞ。カツオちょっと、どうぞ。はい、どうぞいらっしゃいませ。どうぞ。分厚い。さっきの方が美味しい。中とかで気に入りました。めっちゃ気に入りました。スイーツはないのかしら。芝県、芝県グッズ売ってた。あるもん、あるもん。え、買おうかな。え、買おうかな。え、めっちゃ可愛いじゃん。買おうかな。ちっちゃいやつでしょうか。これね、ランチとかよ、うん。ちょっとこれね、ちょっと恥ずかしいからちょっと。恥ずかしいから言わない。かわいい。そういうちょっとね、おしゃれな感じ、ね。千葉県買うのをちょっとこれで我慢します。私の必死の説得で。そうそうそう。アソロ動画ではもう買う直前になってくる。新しいのが。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれで。はい。今使います？それともこれ？今使います。あ、じゃあ今使うの。はい。今使うの。幅が増えちゃうけど。いいじゃん別に。詰めない。もともと言ってたじゃないですか、なんか自分が産休入ってからみたいな、うん、そっからなんでその生まれてからにしようかなと。いや、区が主催してる妊婦面接に最近行ったんですよ。2日前かな。そうか。で、なんかその生まれてから1ヶ月2ヶ月がいかにしんどいかを散々こう説明いただいて、ミルクは3時間置くとかじゃなくて、やっぱ1時間2時間置くとすぐお腹減っちゃいますみたい なんかすごい忙しそうだな。淡々とこう、やっぱあれじゃない、虐待防止とかにも含めてそういうのをやってんじゃないかな。その説明を聞いてると、これ無理だなっていう、こう私の今の生活にやっぱこう犬の世話をさらにこう乗せるっていうのはちょっと入りきらないなって思って、ちょっと諦めることにしました。豆柴牧場っていうところに行ったんだけど、そこで見た豆柴がめちゃくちゃ可愛くて、いろいろあるのよ。豆柴も血統書がどうのこうのとか、その親がチャンピオン犬だとか、やっぱり最終的には会って、あ、これも可愛いって、やっぱビビビってくるものがないと、人買わない。あったあった。あったあった。ごちそうさまでした。めっちゃでかいです。思ったより想定よりでかいの。もう湯気出てる。うまうま。おいしい。いや、今おいしい。まあそんなこんなでね、ペットはちょっと断念したんですよ。なんか多分体が死ぬほど辛いと思うんですよね。産んだ後の母体が。でも私無痛分娩だから。無痛分娩の方が体力は温存できる。でもね、妊娠はそこまで全然大変じゃないっていうか、マタニティの体は意外と平気。今全然苦が安定期入ってからは、うん、全然、うん、年末に入るともうあっという間だろうね。ベビーグッズは年明けから買おうかなと思って、ちょっと楽しみに取っておいてます。ウェアっていうか、まあ、ウェアも買ってるんだけど、
下着とかインナーとかはもう絶対に買わなきゃいけないから、もう総入れ替え、もう弱いのやつは全然無理みたいな。でなんか元旦塾によって必要ななんかこうパンツみたいなのが違ってきて、もうなんか体が変化するじゃん、体お腹を膨れるって。なんかね、意外と自分では思ってたより嬉しい。なんかもっと太ったりとかお腹大きくなるのが嫌なのかなって思ってたんだけど、まあ、でっかい体を自分がなることになんか受け入れられるというか楽しめてる感じ。そうそうそう、いやマジで生理とかが毎月あった時の方が情緒は安定 しないと思う。やっぱりなんか異常な食欲とかもあるじゃん、その生理前とか、うん、そういうのないみたいな。のほほんとしてます。仕事もなんか長時間とかじゃない、まあ無理だけど疲れちゃうんだけど、私今そのあんま残業しないっていうか、まあ、やっても1時間2時間くらいしないんだけど、生活はきちんとするじゃん、なんていうかちょっと前よりかは無理もしないし、ちゃんと寝るし、そうするとなんか健康になった。なんか6時くらいにはもう出て、7時にお家帰ってご飯食べて食休みし、うん、散歩行って寝るみたいな。ちょっと残業時間減らすだけでこんなに簡単に健康になるのかって体動が最近感じるようになりました。お、全然感じなかったんだけど、最近っていうかまあ2週間ぐらい蹴ってるとかそういうこと、なんか蹴ってるっていうよりなんかニョロニョロってこうなんか動いてる感じなんだけど、いわゆるキックゲームとかやったことないんだけど、ポンポンってやったらキックしてくれるとかあるじゃん噂では。そういうのは多分そこまでその意思疎通しないんだけど、体動はねちゃんと1日まあ 2,3 回はなんかこの時間起きてるなみたいな、この時間動くなみたいな。結構時間帯があるんですね。うん、夕飯食べた後動くなとか、胃が圧迫してるからかなんかよくわかんないんだけどでもやっぱ食べた後よく動いてる。来週は検診行って、その後両親学級なんです。なんかお風呂の入れ方とか教えてもらう感じの、その時にね、ちょっとね、ママ友とか、ママ友っていうか、ちょっとお知り合いを作りたいなと思って。いや、惜しかったです。すごい惜しかったです。うん、あ、それ英会話変えることになった。キュウリみたい。今、安定期じゃん、言って。体調正直いいんよ。でも旅行とかはもうあんまり行かない方がいいかなと思ってて、だから、英会話でも行こうかなって。ちょっと趣味増やしてみたいな。そうそうそう、今のうちにやりたいことやろうかだってあれご主人が言ってるんでしたっけ。あ、そう言ってるね、うん、ラバーに。私は ECC なんだけど。違うかいそうそう、私は ECC がいる。雨も止んで止めましたね、うん、もう終わったけどね。そうそう、撮影終わったけどね。でもめっちゃ楽しかった。私もスキジバリスキーになった、うん、なんかこう海子プラスなんかこう一緒に巡ってくれる人いたらいいなと思ってて、うん、出てくれる人募集、必要さんとかでもう一人もう一人で役、そう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 、画面に映ってくれる人募集